浅山一旦外に振る。現在2対2、ケネディのスリーポイントシュート。いやもう本当素晴らしいですね非常に好調でした。良かったですね、はい。まあ、最初に広島打ち切れるか。ケネディディープスリー打ち切りましたが、リバウンドは信州。さあ最後のシュートは決まりました。山本エドワード、ね、天に両手を掲げました。ブレイブウォリアーズゲーム2、こちら1クォーター最後のシーンご覧いただいております。仲間さん、はい、よく決めましたね。本当に思わず我々も。さあ広島はどうか、少し重たい展開となっている。打ち破れるか。ケネディのシュート、やはりこの人が現在20対19。フルノのディープスリーが決まった。振って、さあ広島も形を作りたい。フルノインサイド、ケネディジャンプショット、連続ケネディが決めていきます。外に振ってホーキンソン、ショットクロック残り3秒、外に振って山本が狙った、決まりました。同点進出、山本エドワード。しっかりピックにしっかり全力で走って、そのなんかその懸命さが見えますよね、はい。さあインサイドにボールを振って、チェニケボールの出しところ少し困って、自分でいった。ここは自身で決め切りました。やはりゴール下の強さがあります。チェニケ、ケンディ、ホーキンソンのブロック。さあ西山が走っている。一旦戻りを待って、いや自分で打ったぞ。スリーポイント、これで信州追いつきました。シーズン終盤外のシュートも好調。インサイドへチェニケ、バスケットカウント。あの位置で持たれるとやはり厳しいですね、はい。そうですね、しっかり守れてましたね、はい。シーズンマフィー、そしてネパウェの飛び込んでいきました、バスケットカウント。ここもうまくボール回しましたね。さあこの広島の攻撃の特徴今どうでしょう。しっかり荒尾の壁を使ってスリーを狙っていった。リバウンドネパウェ、そして振り返ってバスケットカウント。そうですよね、今日はゴール下輝いています、チリジネパウェ。4つ目、そしてネパウェの2、この後はワンショット、バスケットカウントのワンショットです。広島キャプテンの浅山が、いや今のがあれですね、チームでリバウンドを取る姿勢。そうですね、はい。ゴールしたホーキンソン、この広島の守備はどうですか。いやそうですね、シュシュがうまくミスマッチをついていきましたね、はい。最後まで戦う姿勢を見せました信州。しかし勝ったのは広島ドラゴンフライズ。